あなたの名前を教えてください。コサカルで大丈夫でしょうかね。途中変更できないけど。これでいいですか。はい。変な名前になっちゃったらどうしよう。この物語はフィクションでございます。ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。今日から新しいホラーサウンドノベルを読んでいきたいと思います。怪物の怪にお話と書いて怪話というタイトルのゲームになりますね。このゲームの作者さんはインディーズゲームサークルのホーラ会さんっていうところがね、制作されているゲームなんですけれども、フリーゲームになっております。お話はオムニバス形式になっていて、衣装につき前後編がある計8つの物語がね、入っているということで、初めの雰囲気から期待がすごく持てますね。やっていきましょう。すごい、音にもね、すごくこだわってらっしゃるっていう風にね、聞いてますからね。どんな感じですかね。もう、今の時点で結構効果音がすごい。私、ヘッドホンをつけてやってるんですけれども、いろんな音が聞こえてきます。はい。これは何て読むんですかね？街道ですかね？やっていきましょう。スタート。1998年春、C 県。A 会かな？ A 助かな？ 19 歳の方のお話かな？見上げると、新しい生活の門出にふさわしい、とても晴れ晴れとした空が広がっていた。引っ越しトラックの観音扉が勢いよく閉められると、体格のいい配達員さんが俺の方に近づいてくる。じゃ、荷下ろし完了したんで、我々はそろそろ撤退したいと思います。あ、下に A 出ましたね。しまった、私被ってるんじゃないか。完全に被ってる。ちょっと移動しますね。はい、移動完了しました。完全に主人公の顔を潰してしまった。大変申し訳ない、エースケ君。ああ、しまった、つい悪い癖が出てしまった。俺を言う時に相手と目を合わせない癖は前々から直そうと思ってるんだけど、なかなか一筋縄じゃいかない。よく見ると配達員さんの笑顔に一筋の汗が流れている。春先とはいえ、空気はまだちょっと肌寒い。そんな中、汗を流すほど一生懸命に働いてくれたなんて、改めて感謝の念が湧き上がってきた。配達員さんは、そんな俺に爽やかな笑顔を返し、トラックに乗り込んで去っていった。トラックが見えなくなるまで見送ってから、ふとアパートを見上げてみる。いいアパートですね。真っ白、清潔感がある。ここが、俺の新居か。なんだか急に新生活への実感が湧いてきた。これから俺の初めての一人暮らしが始まるんだ。そう思うと胸の高鳴りが抑えられなかった。いや、一人暮らし始めの時って不安が半分ね、でもワクワク感もねすごくあって緊張しますよね、とにかくね。あら、もう荷下ろしは済んだのかしら。おばさんだ。なんか絵に描いたようなおばちゃんって感じのおばさんですね。大家さんか。声の方に顔を向けると大家さんが立っていた。手にはほうきとちりとりが握られている。掃除に出てきたのかな。もしかしたら引っ越しの作業が終わるまで待っていてくれたのかもしれない。あ、はい、今日からお世話になります。改めてよろしくお願いします。深々とお辞儀をすると大家さんは、こちらこそよろしくね、何かあったら何でも頼ってちょうだい、と笑顔で返してくれた。この優しそうな雰囲気がどことなく母さんっぽいんだよな。初めて会う時は、もし怖い大家さんだったらどうしようと不安だったけど、全然そんなことはなかった。それに加えてこの辺りの物件を調べた中では、家賃も比較的安いし、一人暮らしのいいスタートを切れたんじゃないかと思う。はい、ありがとうございます。困ったことがあったらお言葉に甘えたいと思います。俺は大家さんにそう返してからアパートの階段を上がった。大家さんはここに住んでるんですかね？それともね、あの違うところに住居を構えてらっしゃるタイプかな？
物件はすごくいい感じだけど、強いて言えば階段がちょっとだけ急勾配なのがたまに傷かもしれない。すっかり一段落した気分でいたけど、引っ越し作業はまだまだ終わってないんだ。部屋に広がる未開封の段ボールを思うとため息が出そうになる。部屋のドアノブに手をかけると、ガチャリと隣のドアが開く音がした。反射的に目を向けると、中から出てきた人と目が合った。きっとお隣さんだ。本当ならここで挨拶を交わすところだけど、言葉が出てこなかった。ん？何があったのかな。絶句というと大げさかもしれないけれど、実際に言葉が出なかったんだから間違ってはいないと思う。あ、綺麗な女の人だったからか。わあ、それはなんか青春な感じしますね。それくらい俺の視線の先にいる女性は美人だった。いけない、あんまりぼーっと突っ立ってるのも変だ。何か言わないと。確かにめちゃくちゃ綺麗な人だ。でもなんて言えばいい。第一印象って大事だよな。はあ、ダメだ。考えれば考えるほど言葉に詰まってしまう。恋のように口をパクパクさせているせいか、口の中まで乾いてきた。どうしよう、声が出ない。あ、もしかして今日引っ越してきた人かな。先に口を開いたのは女性の方だった。はい、そうです、エースケって言います。よろしくお願いします。普通でも名字名乗らないかな。名字だったりするのかな、どうだろうね。でもとっさに名前言っちゃうことはあるかもしれない。声が上ずってしまった。恥ずかしい。思いっきり緊張しているのが間違いなく相手にも伝わっただろうな。私はケイノって言います。よろしくね。ケイノさんっていうのか。下の名前はなんて言うんだろう。聞いてみたかったけど、第一声からすでに緊張している俺にはそこまで踏み込む勇気が持てなかった。ひんやりと頬に風の冷たさを感じる。ケイノさんの微笑みを前にして、いつの間にか顔が熱くなっていたみたいだ。もしかしたら目に見えて赤くなっているかもしれない。そう思うと余計に顔が熱くなった。一人暮らしなの？大変ね。そんな俺に気を使ってか、ケイノさんは言葉を続けてくれた。はい、そうなんです。大変だと思いますけど頑張ります。いいですね、好青年ですね。無駄に語気を強くしてしまった。危うくガッツポーズまで取るところだった。明らかに俺は舞い上がっているみたいだ。そりゃあ隣のお姉さんが美人だったらね、何も悪い気はしないというか嬉しいですよね。でもお隣にこんな美人さんが住んでいると分かれば、舞い上がるなという方が無理な話だ。うんうん。そこでふと思い出した。あ、引っ越しそばあるんでちょっと待ってください。お、起点が効くではないか。ドアを開けると部屋の中には未開封の段ボールが散乱していた。そうだった、まだまだ俺の部屋はこのありさまなんだった。この中から引っ越しそばを瞬時に見つけ出すのは簡単なことじゃないと一目見てわかる。ケイノさんはひょっこりと俺の部屋を覗き込むと、お気遣いなくと笑い、またねと言って手をひらひらさせて出かけていった。またの約束ができてしまった。なんということだ。嬉しいですね。正直に言って可愛いと思った。もちろんそんなセリフを俺が口にできるわけもなく、ケイノさんの背中をぼーっと見送るしかなかった。部屋の中で段ボールのガムテープを次々と剥がす。でも俺の心は完全にここにあらずだった。ケイノさんか、綺麗だったな。とりあえず今晩のご飯の用意もあるから、食器系は先に出して棚に並べてしまおう。一人暮らしかな。彼氏とかいるのかな。ああ、ダメだ、全然作業に集中できない。この調子じゃ食器を取りこぼして割ってしまってもおかしくないな。俺は休憩がてら吐き出し窓から景色を眺めてみることにした。美人なお隣さんか。一人でにやけてる俺の顔を誰かが見たらきっと引いちゃうだろうな。
でも俺を見ている人は誰もいない。早速俺は一人暮らしのありがたみを実感していた。意外と遠目からも見えるよ少年。浮き立つ心を落ち着けようと床に散乱していた衣類や食器を避けて部屋の中をそわそわと歩き回ってみる。それでも俺の心は落ち着かなかった。いっそ外へ散歩にでも行きたい気分だ。不意に俺の頭の中で母さんの声が脳内再生された。まずはカーテンをつけなさい。そんなことないから。引っ越しといえば最初にまずカーテンつけますよね。でもね、あ、そうだ、こっちに着いたら連絡しろって言われてたんだった。それはもっと早くやんないといけないね。確かこっちの方にあったと思うんだけど。内見に来た時に見かけた公衆電話を探して近所を歩き始める。携帯持ってないのかな。道中通りすがりの主婦にこんにちはと笑顔で挨拶されたので、どぎまぎしながらこんにちはと返した。本当にいい人ばかりだ。俺は初日からすでにこの町に引っ越してきてよかったと心の底から思っていた。まだでもみじんも怖い雰囲気は感じないですね。歩いていると赤いポストと古いタバコ屋が目に入った。この時間からシャッターが閉まっているところを見ると長らく営業していないらしい。見覚えのある景色だった。そばの脇道を突っ切った先に公衆電話があったはず。俺は赤いポストと古いタバコ屋の前を通り過ぎて脇道に入っていった。あ、間の道が怖いパターンかな。優しそうな大家さんに美人なお隣さんに人当たりのいいご近所さん、完璧ですね。気持ちのいい余韻に浸っていたせいか、自分でも頬が緩んでいるのが分かった。すると下校中らしき女子高生たちとすれ違いざまにクスクスと笑われてしまった。恥ずかしさのあまりとっさに口元を抑える。顔に出すぎてたかな。手のひらの下で俺の顔は苦笑いへと変わっていた。なんかガムテープついてたとかそういうんじゃないのかな。脇道の終端にたどり着き、角を曲がると向かいから子供が走ってくるのが見えた。ゲラゲラ笑い声が聞こえる。すごい笑ってますね。笑い声が近づいてくる。え、ずっと笑ってるよ。その笑い声が走ってくる子供から発せられてると分かった瞬間、俺の体に衝撃が走った。あっけに取られている俺に子供がぶつかったんだ。ずっと笑ってる。尻餅をついている子供に危ないなぁと叱ろうとすると、子供が顔を上げる。その顔を見て俺は絶句した。やっぱそうだよね、なんかおかしいなと思ったんだよね。そこにあったのは子供の顔じゃなかった。おばあさんだ。子供だと思っていたのは子供くらいの背丈のおばあさんだった。でもこう言っちゃ失礼かもしれないけど、普通の表情じゃない。顔はしわくちゃで、指で顔も引っ張っているのかと思うぐらい目尻も口端も異様につり上がっている。一体どうすればこんな表情を浮かべることができるんだろう。もう横にギューって上がってる感じですもんね、これね。真似しようと思ったってできるもんじゃない。その異様な笑顔を見て俺は完全に言葉を失ってしまっていた。無意識のうちに一歩後退する。そんな俺を見ておばあさんはそのしわくちゃな顔をさらに歪め、またゲラゲラと笑い出す。何がそんなにおかしいんだろう。その不可解さと相まって俺の中で得体の知れない恐怖が湧き上がってきた。おばあさんの声も顔も今まで見てきた誰よりも異質で、ゾワゾワと鳥肌が止まらない。ずっと笑ってるね、本当に。おばあさんは俺なんか最初からいなかったかのように一別もせずゆっくり立ち上がり、笑いながら走り去っていった。一体今のは何だったんだろう。またあのばあさんだ。呆然と立ち尽くす俺の後ろからひそひそ声が聞こえる。
振り向くと、スーツを着た外回りのサラリーマンらしき男性が二人立っていた。ああなっちまったら、もういよいよだな。ん？なんかいつものような感じの会話をしているぞ。聞いたろ、今の笑い声。近所からの苦情もひどいらしいぞ。そりゃあそうだろう。四六時中あんな調子じゃあな。いっそ、施設にでも入れればいいのに。まあ、施設に入れたところで、どうしようもないだろうけどな。それを聞いて、俺はあのおばあさんはボケてしまったのだろうと思った。そうか、そういうことか。それなら仕方ない。でも表情が全然違いますからね。不意に目の当たりにした不可解な出来事に無難な着地点を見つけた俺は安堵していた。俺の頭の中でさっき見たおばあさんの顔が思い起こされる。怖いような、それでいて少し悲しい気分になった。いや、下手に同情するのはよそう。相手に失礼というものだ。まあ、でも心根が優しいですね、この主人公は。誰だって。俺だっていつか年を取ってああなってしまう可能性はあるんだから。それに本人は案外幸せの中にいるのかもしれないじゃないか。俺はおばあさんの笑い声を思い返してそんな想像を働かせてみた。ふと電柱の張り紙が目についた。バイト募集中と書いてある。そうだ、思い出した。引っ越してまず最初にバイト先を見つける必要があったんだった。だけど、接客業は無理だ。さっきだって、お隣のお姉さんと挨拶するのすら、スムーズにできなかった。そんな俺に、接客業なんて向いていないのは、昔から分かっていたことだ。張り紙をよく見ると、食品工場のライン作業と書いてある。それなら、人付き合いは最低限で済みそうだ。黙々と一人でこなす作業なら、俺に向いてそうな気がした。ちょうど公衆電話に向かっている途中だったし、電話してみるとするかな。あれ、お母さんに連絡したかい？面接かな。もう、ライン長。じゃ、採用で。素晴らしい。え？思わず、間の抜けた声を出してしまった。電話で面接の予約が取れたので、後日訪問してみたものの、まさかその場で即採用になるなんて思ってもみなかった。面接を担当してくれた N さんはニコニコと笑っている。もしかして冗談のつもりかもしれないので、念のために確認してみる。なんか笑い方がさっきのおばあさんと似てるんだけどな。本当にこんなすぐ決めちゃっていいんですか？こういうのって、合否は後日に電話で伝えられるものじゃないんだっけ？もちろんだよ。人手が足りなくて困ってたところだから助かるよ。よっこいしょ。と言って N さんは椅子から立ち上がった。 N さんは小太りで、なんていうか狐っぽい顔をしている。白髪混じりの薄い頭髪はもしかしたら今まで苦労をしてきた証拠かもしれない。でもそんな背景を感じさせないくらい N さんは柔和な笑みを浮かべていた。早速工場の案内をしたいからついてきてくれるかな。俺の返事を待たず、N さんはのしのしとドアに向かって歩いていったので、俺は慌ててついていった。あんまり即決で面食らってしまったけど、手持ちのお金も豊富なわけじゃないから、早くから働けるのはラッキーだ。心の余裕がね、できますよね。あ、すごい、ちゃんと LINE の服になってる。でね、この LINE を流れてくる食品をね、みんなで、あ、やばい、笑ってる。大丈夫かな？やっぱり顔似てるのは関係しそうですね。役員である N さんが直々に食品工場の中を案内してくれるのはありがたいけど、こんな風に何かと笑い出すからなかなかツアーは終了しなかった。今度は何に笑ったのかと N さんの視線の先に目を向けると、作業員の人が机に腰をぶつけたらしく痛がっていた。一応笑う、あれ、ツボはあるんですね。何もないのに笑い始めるわけじゃないんだね。面接をしてくれた時から思ったけれど、どうやら N さんは極度の笑い上戸らしい。でも怖い上司より笑顔が絶えない上司の方がずっと嬉しいのは間違いない。はあ、ごめんごめん。それでね、英介くんには流れてくるお弁当にサラダを詰めていってほしいんだよ。ほら、あそこのラインがそうだね。あんな感じだよ。
それだけですか？ん？物足りないかい？まあ最初だからね。慣れてきたらもう少し複雑な作業やラインも任せたいと思ってるよ。あんまり複雑な作業はやりたくないと思っていたけれど、単調すぎるのも考えものだった。単純作業が延々と続くのは逆に辛いからだ。まあ人の適性によりますよね、これはね。だけどここまでトントン拍子で話が進んできたんだから、これ以上贅沢を言うのは罰当たりかもしれない。でね、出勤退勤だけど、まあ少しぐらいなら遅れても OK だよ。休憩も自分のタイミングで取って OK。 休憩の長さも実働8時間さえ守ってくれたらどれだけ取っても OK だよ。 N さんが語る就業規則の緩さに驚いた。学校だって遅刻したら怒られるのに、そんなに時間にルーズでいいのかな。接客業じゃないから、いや、そんなのは関係ないはずだ。見渡すと働いている人はみんな持ち場について粛々と作業をしている。そんな自由に人が出入りしてたら仕事がうまく回らないに違いない。俺にはバイト経験がないから確かなことは言えないけれど、さすがに腑に落ちないので聞いてみることにした。みんなの休憩が重なって作業する人が誰もいなくなっちゃったらどうするんですか？その辺はうまいことなってるから大丈夫。N さんは相変わらずの笑顔で答えた。細かいことは気にするなと言わんばかりの笑顔だった。一体どう大丈夫なんだろう。交代要員でも別枠で控えているのかな。そんな想像を働かせていると、 N さんはポンと俺の肩を叩き、じゃ明日からよろしくと軽快な口調で言った。加えて期待してるからと、これまた満面の笑みで言われる。どんな感じなんだろうな。社交辞令かもしれないけど、期待してるなんて言われたらやっぱり嬉しいし頑張りたくなっちゃうな。やる気がみなぎってきた俺は、はい頑張りますといい返事を返した。何がともあれせっかく採用されたんだ、初バイト頑張ってみよう。そうやって意気込んでいると、ふとスタッフのグループが遠目にこっちを見ているのに気づいた。何やらひそひそと話している。休憩中なのか、マスクを外しているので大体の年齢層は見た目でわかる。彼らと比べて俺はかなり若い部類みたいだった。話合う気がしないな。新人として挨拶しに行くべきかなとも思ったけど、休憩中にお邪魔するのも悪いかもしれない。俺はグループに向けて軽い会釈だけしてそそくさとその場を去った。これ切り込んでいく派とね、主人公みたいに会釈するかのね、あんまり触らない派はいますよね。はぁ、ケイノさんの部屋の前でまずは深呼吸した。それでも心臓の鼓動が落ち着くことはなかった。緊張しながらチャイムを鳴らすと、ドア越しにケイノさんのはーいという声が聞こえ、ドアが開かれる。素敵。あら、エースケ君、どうしたの？これ、引っ越しそばがやっと見つかったので、どうぞ。ああ、わざわざありがとうね。手渡すときに、少しだけケイノさんの手に触れてドキッとした。終わったの？え？二ほどき。はい。いや、実は、まだなんです。クスクスとケイノさんが笑う。やっぱりケイノさんって美人だ。こんな人とお隣になれるなんて、自分の幸運に改めて感謝しないといけないな。じゃあ手伝ってあげるね。え、そんな、いいですよ。いいの、これからお隣さんになるんだし助け合っていきましょう。そんな素敵な笑顔で言われたら、これ以上俺に断ることなんてできるはずがない。むしろ異性の、しかもこんな綺麗な人が自分の部屋に上がるなんて願ったり叶ったりだった。舞い上がるなという方が無理な話だ。じゃあすいません、お言葉に甘えたいと思います。俺はそう言ってケイノさんを部屋に招き入れた。もうドキドキがね、止まらないですね。じゃあケイノさんはそっちの段ボールの開封からお願いします。俺はこっちをやるんで。うん、わかった。
バリバリと二人で段ボールからガムテープを剥がす音が部屋の中に響く。この空気ならお互いの身の上話に踏み込んでも全然不自然じゃないはずだ。早速前々から気になっていたことを聞いてみた。ケイノさんって一人暮らしなんですか？うん、そうだよ。お仕事されてるんですか？女子大生に見える？あ、いや、あ、ちょ、ですね。即座に否定するのも失礼だし、かといって若く見られすぎてもいい気分はしないかもしれない。なんて返すのが正解かわからず、言葉に迷う俺を見て、ケイノさんはまたクスクスと笑った。ごめんごめん、意地悪言って。うん、働いてるよ。近所の薬局でパートしてるの。あ、そうなんですね。なんだろう、ケイノさんが一瞬言葉に詰まった気がしたけど、気のせいかな。ケイノさんにからかわれるのは不思議と悪い気はしない。むしろ心地よさすら感じていた。それにケイノさんの新しい一面を見ることができて、なんだか嬉しかった。働いてるといえば、俺バイト決まったんです。もう決まったんだ。はい、面接の時点で決まってびっくりしました。どこで働くの？ここの近くに食品工場がありますよね。あそこです。ああ、あそこか。俺たちの手は話している間も止まらない。床にはだんだん丸められたガムテープが散乱してきたので、俺はゴミ袋を取り出して次々と中に放り込んだ。でも俺を面接してくれた人といい、大家さんやご近所さんといい、この町の人ってみんなニコニコしてて本当にいい人ばかりですね。ケイノさんからの相槌はない。彼女の背を見るとカチャカチャと無言で食器を重ねていた。集中しているのかな。あんまりいい人ばっかりで俺驚いちゃいましたよ。何も喋らないね。言葉を続けてみたけれど、やっぱりケイノさんからの返事はなかった。あれ、俺変なこと言っちゃったかな。なんとなく罰が悪くなった俺は自分の作業に集中することにした。あ、ケイノさんの声に振り向く。段ボールを開けたところで固まっていたケイノさんはそっとそれを横に避けて別の段ボールを開けた。一体何が入っていたんだろうと覗き込むと、そこには、すいません。それが目に入った瞬間、ケイノさんの目前からひったくった。パンツだ。衣類を詰め込んだ段ボールの一番上に置いていたのを忘れていた。終わった。きっと自分の下着を見せつけるハレンチな男だと思われたに違いない。気にしすぎですね。ちょっとびっくりしちゃったけど大丈夫よ。実家にいた時はお父さんのパンツだってよく見てたし。ケイノさんは軽く笑って、気にしていないから。でもじゃあこれはよろしくね、と別の段ボールに手をかける。ああ、彼女はもしかしたら地上に舞い降りた天使か女神なのかもしれない。お腹が鳴っております。一瞬遅れて自分のお腹が鳴ったんだと気づいた。俺の方を向いたケイノさんはちょっと目を丸くした後、にっこりと微笑んでくれた。普段はどんなご飯を食べてるの？パンツは見られるし、お腹の音は聞かれるし、どうしてこう恥ずかしいことが立て続けに起きてしまうんだろう。ケイノさんもそろそろ俺の赤面に見慣れる頃かもしれない。スーパーのお惣菜とかです。へえ、食べ盛りの男の子なんだからそれじゃあダメよ。するとケイノさんは立ち上がった。よし、引っ越し祝いってことで今日はご馳走してあげる。へえ、そんな悪いですよ。そう言いつつ俺の胸の鼓動は明らかに高鳴っていた。いいの、エースケ君、苦手なものって何かある？いや、特にないですけど。本当にいいんですか？もちろんよ、私の手料理なんかでよければ。だけどね、しかも手料理、これはもしかして夢なんじゃないのかな。ケイノさんが目の前にいなければ頬をつねって確かめていたかもしれない。
それぐらいこの嬉しすぎる出来事に現実感が湧かなかった。でもこれは間違いなく現実だ。ケイノさんの優しい笑みを見て、これ以上の遠慮は逆に失礼だと悟った。ではお言葉に甘えたいと思います。うん、じゃあちゃっちゃと終わらせましょう。あ、残りは俺の方でやっちゃいますよ。そう？なら私は早速夕飯の準備に取り掛かるわね。もういい時間だもんね。ところで、とケイノさんは続ける。お米ある？お米ですか？はい、それくらいなら。じゃあ荷物整理が終わったらそれだけ炊いておいてくれるかな。俺がうなずくと、ケイノさんは自分の部屋に戻っていった。美人のお姉さんがお隣さんなだけでなく、手料理まで振る舞ってもらえるなんて。とりあえず残り少ない煮ほどきと整理をさっさと済ませ、お米を研いで炊飯ボタンを押す。そしてもう一度今起きている展開を再確認してみた。めちゃくちゃ順風満帆ですけどね。おばあさんにぶつかられたこと以外は。ケイノさんが手料理を振る舞ってくれる？こんな幸せ展開があっていいのかな。余韻に浸ってしばらく呆然としていると、隣からリズムのいい包丁の音が聞こえてきた。自然と顔がにやけてしまう。朝起きてこんな風にケイノさんがお味噌汁を作ってくれてたら最高だな。そんなもしかしたらありえるかもしれないケイノさんとの幸せな家庭生活を脳内に思い描いていた。まず一日はケイノさんに優しい声で起こしてもらって、へい！もう夜です。唐突なインターホンで現実に引き戻された俺は急いで玄関を開けた。なーに今の声。ケイノさんは小ぶりな鍋を抱えてちょっとおかしそうに笑っている。そんなに本格的な手料理じゃなくて申し訳ないけど。とんでもないです。ケイノさんを部屋に入れ、隅に立てかけていたテーブルを真ん中に置く。ケイノさんが持ってきた小ぶりな鍋は台所に置いてもらった。匂いから察するに鍋の中身はカレーだった。俺カレー大好きです。むしろカレーが嫌いな人なんているのかなと自分で自分に心の中で突っ込んだ。俺は二人分スプーンとお皿を出して炊き上がったご飯を盛り付ける。ケイノさんはそこにカレーを注いでくれた。では改めまして、エースケ君、お引越しお疲れ様。ケイノさんもお手伝いありがとうございました。そう言って俺たちはグラスに注いだウーロン茶で乾杯した。早速ケイノさんのカレーを一口食べる。おいしい。本当？でもカレーって誰が作っても美味しいものじゃない？そんなことないですよ。少なくとも俺が作るカレーより全然美味しいです。俺はもう一口食べる。なんだろう、コクと深みがあるっていうか、何か隠し味入れてます？お、エースケ君鋭いね。うん、隠し味にちょっとお醤油をね。醤油確かにいいですよね。次に玉ねぎを口に運ぶ。玉ねぎのざく切りが多いのも俺大好きです。とろみが強い気がするんですけど、これも何か秘密があるんですか？意外となんかあれですね、しっかり観察してますね。あ、それはね、じゃがいもの形がなくなるまでしっかり煮込んでるからかな。俺があんまり褒めるせいか、ケイノさんは照れくさそうな笑顔を見せてくれる。もう私肉のことが心配で心配で仕方ないんですけど、ここはまだホラーパートではないですかね。すごい、そんな方法もあるんですね。覚えておきます。社交辞令を抜きにして、ケイノさんの手料理は美味しかった。こうやって食卓を挟んで向かい合っていると、本当に俺たちは夫婦みたいだ。ケイノさんはどう思っているんだろう。同じことを思ってくれてるといいな。俺たちは雑談や世間話を交わしながら料理に舌鼓を打つ。幸せな時間が過ぎるのはあっという間だった。今のところ何もね、悪いことはないけれど。じゃあ私そろそろ戻るね。でも何か食べさせられてる可能性はここでありますね。食事を終えて食器も片付けて一息ついた頃、
ケイノさんは空になった鍋を持って玄関を出た。本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ねえ、エースケ君？ケイノさんが神妙な面持ちで振り返る。この町、いい人ばかりって言ってたよね。ん？はい、皆さんニコニコして本当に愛想が良くて。それなんだけど。なんだろう、ケイノさんは心配そうに眉を潜めている。何か言いづらいことでもあるのかな？ううん、やっぱり何でもないわ。それは初めて見るタイプのケイノさんの笑顔だった。何かをごまかすようなどこか作り物っぽい笑顔だった。一体ケイノさんは何を言おうとしたんだろう。そんな表情を向けられたら気にするなという方が難しかった。でもケイノさんにおやすみなさいとそんなに可愛らしく首をかしげて言われたら、これ以上食い下がることなんかできなかった。これは幸せな気持ちでおやすみなさいと返してドアを閉めた。どうでしょうね。今のところおばあさんと食肉工場と食肉工場、まあ工場とね、ケイノさんの料理がまあ、ポイントでしょうね。今日という一日が一段落した気がしたので、最後のケイノさんがちょっとだけ気になったけど、そんなことはどうでもよくなるくらい、今日は最高の一日だった。これは普通に脈ありと言っていいんじゃないかな。だってお隣さんといえど、普通は男の部屋に上がったり、手料理なんて振る舞ってくれないと思う。もしケイノさんと付き合えたらどうなるんだろう。一緒に映画を見たり、水族館に行ったり、クリスマスを過ごしたりするのかな。いい。すごくいい。俺はそんな未来を妄想して、一人ガッツポーズをとっていた。そんな未来があるエンディングが選べるかどうか。おお、英介くん、お疲れ。休憩室で休憩していると、後ろから先輩職員さんの声がかかる。先輩は多分30歳前後だと思うけど、そのはつらつとした声には見た目以上の若々しさがあった。あ、お疔れ様です。会釈を返すと、先輩は机の上に缶コーヒーを置いてくれた。それ、英介くんに差し入れ。微糖でよかった？先輩はちょっとヤンキーを連想させるようなこわもてで、最初は怖い人かと思った。でも実は全くの正反対で、いつもニコニコと人懐っこい笑みを浮かべる、すごく接しやすくて感じのいい先輩だった。え、いいんですか？先輩がどうぞと手で示してくれたので、俺は遠慮なくいただくことにした。ブラックは飲めないけど、コーヒーの微糖は甘くて好きだった。どうでもいいけど、微糖って全然ビーじゃないくらい甘いよな。それはよく思いますね、私もね。あれ、なんかエミが、あれ、ちょっと待って、笑いじわがだいぶ上がってない？さっきと。やあやあ、エースケくん、仕事には慣れたかい？ N さんが休憩室にやってくる。この人も相変わらずの笑顔だ。むしろ N さんの笑顔以外の表情を俺はまだ見ていない気がする。はい、先輩たちのおかげです。はははは、彼らにはたっぷりと私が指導してやったからな。 N さんはすでに飲みかけのブラックコーヒーを手に持っており、席に着くなり一口飲んだ。 N さんにこってりと絞られた日が懐かしいですよ。一つミスをするたびに鬼の形相で怒号が飛んできましたからね、と先輩が笑顔で語る。それを聞いて俺は耳を疑った。え？ N さんってそんなに怒ることあるんですか？先輩がすかさず答えてくれる。そりゃあもうひどいもんだったよ。もう職員を怒鳴り散らかすのが趣味ってぐらい N さんが怒らない日がなかったからな。先輩の語る内容と彼の笑顔のギャップに俺は若干の不気味さを感じた。そんなにいい思い出じゃないはずなのに。何よりこんなにもにこやかな N さんが毎日怒鳴り散らかしている姿を想像できなかった。いやいやいや、愛の無知ってやつだよ。
確か立場の強い人が弱い人に強く当たるのを最近では問題視する傾向にあるってニュースでやってた気がする。きっと N さんも時代に合わせて変わったのかもしれない。昔はそんなだった N さんがこんなに優しくなるなんて、人って変わるもんなんだな。そういえば英介くん、一人暮らしなんだろ？ちゃんと飯は食えてるのか？と先輩が口を開く。ケイノさんといい、周りの人たちは食事の心配を真っ先にしてくれるみたいだ。なんだか子供扱いされているみたいで、嬉しいようなむずかゆいような妙な気持ちだった。はい、なんとか。俺は先日のケイノさんに振る舞ってもらった手料理と一緒に食卓を囲んだ時間を思い出す。あれは最高の時間だったな。お？顔がにやけたな。さてはなんかいい思いでもしたんだろう。しまった、顔に出てたのか。先輩は意地悪そうな笑みを浮かべて俺の顔を覗き込んでくる。ほほう、私も聞いてみたいな。 N さんがニヤニヤ顔で話に乗っかってくる。ちょ、やめてくださいよ。そう言いつつまんざらでもない気分でいる自分がいた。こうやって和気あいあいとするのも随分と新鮮な感覚だった。よし、じゃあこうしよう。英介くんの歓迎会もまだだったし、今晩飯にでも行かないか？そこでじっくりと話そうじゃないか。と先輩が大仰な身振りで提案してくる。おお、それはいいな。私も同席していいだろう？もちろんですよ。え、今晩ですか？急なお誘いに少し戸惑ってしまう。何か予定でもあった？どう先輩。いや、特にないですけど。じゃあ決まりだな。なーに、Nさんのおごりだから気にしないでいいよ。おいおいおい、聞いてないぞ。え、ダメなんですか？しょうがない奴らだな。さすがです。俺を挟んで二人の笑い声が休憩室に響く。おごってくれるなら一人暮らしの身としてはとってもありがたい。それに N さんや先輩ともっと親睦を深めたいという気持ちが俺の中に確かに湧いてきていた。じゃあごちそうになります。ありがとうございます。なんかみんなご飯食べさせてくれる。でもそのものがね、ちょっと心配になってきてますけどね。数日経った今でもはっきりと思い出せる。歓迎会の焼肉は本当に美味しかった。やっぱり肉か。焼肉を食べたのなんていつ以来だろう。しかもああやって他の人と一緒に和気あいあいと食べる料理はまた格別だった。お金が貯まったらまたいつか食べに行きたいな。できれば今度はケイノさんと。あ、そうか、この前の手料理のお礼って言えばすんなり誘えるかもしれない。うん、いいぞ。俺にしてはなかなかいいひらめきだ。そんなことを考えているうちに公衆電話にたどり着いた。財布を開き、公衆電話に10円を投入して、俺は実家の電話番号を押す。何回かコール音が響いた後、聞き慣れた母さんの声が出た。あ、母さん、俺だよ、英介。あら英介、電話なんて引っ越しの日以来ね。何かあったの？いや、何かあったってわけじゃないんだけど、ちょっと簡単に近況報告したくてさ。それから俺はバイトに受かったこと、大家さんもご近所さんもいい人ばかりであること、バイト先やお隣さんとも仲良くやれていることを簡単に報告した。ふーん、順調そうで何よりだけど、英介、なんだか随分と明るくなったわね。え、そう？そうよ。もしかして彼女でもできたんじゃない？早すぎないですか、お母様？ぎっくりと心臓が鼓動するのが分かった。いや、全然まだ彼女とかじゃないんだから、ぎっくりとするのもおかしいんだけども。いや、本当にそうかな。これは本当に俺の都合のいい妄想なのかな。一連のケイノさんとのやりとりや出来事を思い返して、俺の中にある程度の自信が湧き上がっていた。まあ、遠くない未来かもね。あら、本当？じゃあ次の近況報告楽しみにしてるからね。それから簡単な雑談を交えて、俺は受話器を置いた。
公衆電話のボックスを出て空を見上げる。なんだかいい気分だった。自然と顔もにやけ鼻歌まで歌ってしまう。軽い足取りで角を曲がり、俺は帰路に着いた。この町に来てから本当に嬉しいことばかりだ。そのせいかすれ違う人たちもみんな楽しそうに見える。気分よく脇道を歩いていると、引っ越してきた日にここですれ違う女子高生たちにクスクスと笑われたことを思い出した。こんなにやついて歩いてたらまた笑われちゃうかな。でもこの時間なら下校途中の女子高生とすれ違うこともないか。そんなことを考えていると子供たちの笑い声が聞こえてきた。多くない？めっちゃ多いよ。どこから聞こえてくるんだろう。え？脇道を抜けると道の真ん中でキャッキャとはしゃぐ子供たちがいた。聞こえてきた笑い声はこの子たちか。ん？おかしいなと思った。聞こえる笑い声に機械のような人間らしくない声が混じっているような気がする。よく見ると子供たちは一人一つずつ笑い袋を持っていた。あ、なるほどね。笑い袋の声につられて子供たちも笑っているみたいだ。危ないから場所を移動するようにと声をかけようとしたその時だった。眩しいライトが目に入る。向こう側からトラックが走ってきた。危ない。クラクションを鳴り響かせながらどんどん近づいてくる。危ない。とっさに叫んだけれど子供たちは俺の方を見て笑い続けている。トラックに気づいていない。いや、そんなはずがない。トラックもなぜか減速する素振りを見せず、こちらにまっすぐ突っ込んでくる。子供たちを助けようと俺はとっさに走り出していた。子供たちを挟み俺とトラックが急接近する。間に合うか。いや、ダメだ、もう間に合わない。そう思った瞬間、トラックは急ブレーキをかけながらハンドルを切り電柱に激突した。一瞬の静寂が流れた。静寂を打ち破ったのは子供たちだった。このありさまを目にして子供たちは怯えるどころか、芸人のコントでも見たかのようにゲラゲラと笑っている。しばらく呆然とした俺はふと我に返るとトラックに駆け寄った。大丈夫ですか？車はフロントガラスにひびが入り、ボンネットがひしゃげている。運転手はうなだれていた。エアバッグは作動していたみたいだけど、衝撃は強かったらしく、運転手は頭を押さえながら顔を上げた。いやー、はははは。一瞬、ぎょっとしてしまった。この場にはあまりにも不釣り合いな笑顔がそこにはあった。ぱっくりと開かれた口が言葉を続ける。こんな時間まで遊んでるなんて、子供たちは元気だね。元気なのはいいことだ。はははは。俺は言葉を失ってしまった。笑っているということは、運転手さんに怪我はなさそうだ。でも、普通こんな場面で笑っていられるだろうか。その不自然さが、安堵以上の不気味さを俺に与えていた。無意識のうちに俺は一歩下がり、運転手から距離を取っていた。後ろから笑い声が聞こえる。振り向くと何がおかしいのか、子供たちは俺の顔を指さして笑っていた。そして鬼ごっこでも始めたかのように笑いながらこの場を去っていった。ちょっとだいぶ人数が多いな。ってことがあったんですよ。俺はコンビニから帰る途中、たまたま一緒になった仕事帰りの K野さんに先日の出来事を話した。運転手さんには悪いですけど、さすがにあの場面で笑っているのにはちょっと引いちゃいましたね。心が広いにも程がありません。K野さんからの同意を期待していたけど、帰ってきたのは沈黙だった。横顔を見ると、K野さんは真剣な面持ちで下を向いている。エースケ君、道のこと知ってる？道？どこのですか？ちょうど私たちのアパートから食品工場の途中にある脇道。
赤いポストと古いタバコ屋の隣に伸びてるあの脇道ですか？そう、それ。ケイノさんは不安そうに眉を八の字にしていた。あ、はい。あの脇道、バイト先までの近道なんですけど、あそこがどうかしました？あの道はもう通らない方がいいよ。え、どうしてですか？すると、ケイノさんは眉間にシワを寄せ、また黙ってしまった。なんて答えていいのか、言葉に迷っている様子だった。もしかして、指導ですか？でも、俺以外にも通っている人たくさんいますよ。ケイノさんは相変わらず沈黙している。それに、あの道歩いてると、いろんな人と笑顔で挨拶できて気持ちいいんですよね。知らない人と、おはようとか、こんにちはとか言い合うの、最初は慣れなかったんですけど。なんて言ったらいいのかな。ケイノさんは、俺の言葉を遮るように口を開いた。とにかく、あなたのためなの。懇願するような眼差しで、ケイノさんは俺の方を見つめてくる。ずるい、と思った。そんな目で言われてしまっては、一も二もなく、うなずくしかないじゃないか。わかりました。俺のその言葉を聞いて、ケイノさんはにっこりと微笑んでくれた。これは行くか行かないかで選択肢ありそうですね。息を切らせながら、俺はタイムカードに印字を済ませ、更衣室に駆け込む。ケイノさんに言われた通り、あの道を避けてきたせいで10分ほど遅刻してしまった。ケイノさんには悪いけど、やっぱり今度からあの道を使わせてもらおうかな。おはよう、エースケ君。遅刻なんて珍しいね。肩を叩かれ、振り向くとそこには先輩の笑顔があった。どうやらタバコを取りに更衣室までやってきたらしい。その、はい、すいません。多少の遅刻は構わないと N さんに言われていたけど、やっぱり罰が悪い。そんな俺を先輩は笑って許してくれた。いやいや、気にすることはないよ。走ってきたのか？疲れたろう。ちょっと休憩室で一緒に休もうよ。今来たばっかりなのに？と思ったけれど、きっと先輩なりのジョークだったんだろう。俺はやんわりと断ることにした。お気持ちは嬉しいですけど、お昼にまたご一緒させてください。なんだ、残念だな。じゃあ、お昼にまたね。そう言って、先輩はタバコを片手に更衣室を出て行った。チッ。舌打ちが聞こえた方に目を向けると、少し離れたロッカーで、他の先輩たちが陰鬱そうな表情で着替えていた。あいつらのせいで、俺たちは大変な目に遭ってるっていうのに、今週だけでどんだけ尻拭いやらされたよ。まあまあ、仕方ない。ああなっちまったらもう戻れないんだ。あいつらだって好きでああなったんじゃないだろう。N さんだって、そのうち。そうだな。あの人ももう長くないだろうな。先輩たちの会話に耳を傾けながら、俺は作業着に着替える。一体何のことを言ってるのだろう。気になったけれど、あの先輩たちはいつもあんな調子なので、未だに交流を持てていない。そのせいで聞くに聞けなかった。それにしても、ここで働く人たちは N さんみたいにやたら笑顔で優しい人と、そうじゃない人で分かれているみたいだ。職場なんだから、いろんな人がいるのは当然だけど、妙にはっきり分かれているんだな。最初はわからないことだらけだったけど、ここの仕事にもだんだんと慣れてきた気がする。今までは流れてくる食品にうまく盛り付けられず、注意されることもあったけど、今日は一度も注意されなかった。気分よくシフトを終えたタイミングで職場の人たちに呼び止められる。だらだらと雑談していたせいで、帰る頃にはすっかり夜になってしまっていた。ケイノさんに通るなと言われていた例の脇道が見えてくる。一体どうして通るななんて言ったんだろう。注意深く辺りを見回しながら脇道に入ってみたけれど、別段おかしなことはない。辺りの家からは家族団らんの笑い声が聞こえてくる。
春といえど夜はまだ肌寒い。もう少し厚着をしてくればよかったかな。向かいから人影が近づいてくるのが見えた。スーツを着ているから多分帰宅途中のサラリーマンかな。一人でヘラヘラ笑っている。もしかしたら酔っているのかもしれない。割といい時間だからきっと終業後に居酒屋で飲んできたんだろう。すれ違いざまに目が合うと男は目を見開いた。明らかに驚いている顔だ。おっと、危ない危ない。ふふふ。思い出したように男は再びヘラヘラと笑い出す。なんだか変な笑い方だなと思った。面白くもないのに無理やり笑っている。そんな不自然さだった。触らぬ神にたたりなしだぜ。男は俺をニヤニヤ眺めると駆け足で去っていった。去り際に、あのばあさんみたいになるのはごめんだと聞こえたような気がした。ばあさんってあの人のことかな。引っ越し当日俺にぶつかってきたあのおばあさんだ。あの人は近所でも有名人らしい。あの後も何回か見かけたけど、一人で笑っているばっかりで、誰かと一緒にいる場面には遭遇したことがない。もしあの人のことを指しているんだとしたら、笑っているせいであのおばあさんと近くなってる気がするけど。でも、まあ酔っ払ってるようにも見えたし、あまり深く考えなくてもいいか。なんだ。突然空気が変わった気がした。なんていうか、急に湿っぽくなったというか、気温も少し冷たくなったような、妙な匂いがする。どこか懐かしい。なんだか土っぽいというか、まるで山か森か畑の真ん中にいるかのような匂いだ。だけど、この辺りには山も畑もない。ふわりと背後に誰かの吐息を感じた。とっさに振り向いたけど誰もいない。この道の端から端まで目を凝らしても人っ子一人いない。周りの空気がさらに冷たくなった気がする。ゾクゾクと背中に悪寒が走った。全身に鳥肌が立つのがわかる。面白い。情けない叫び声を上げながら跳ね上がるように振り向く。耳を押さえ再三あたりを見回すけれど、やっぱり誰もいない。誰かのいたずらか。でも耳元まで近づかれたらさすがに気づくはず。面白い。今度は右耳に声をかけられる。慌ててそっちを向くけど、やっぱり誰もいない。いつの間にか家族団らんの笑い声は消えて、あたりは沈黙で満ちていた。犬の遠吠えや虫の鳴き声さえ聞こえず、ひっそりとしている。ケイノさんが言っていたのは、もしかしてこのことだろうか。相変わらず、前にも後ろにも人っ子一人いない。だけど、確実に何かがいる。その気配だけは、生々しいほどに伝わってきた。歯がカチカチと鳴り始める。鳥肌が止まらない。体がブルブルと震える。一刻も早くこの場を去った方がいいと俺の中の本能が警報を上げていた。逃げないと、今すぐこの場を立ち去らないと。俺は足早に道の終端を目指した。面白い。ぴったりと耳元で声がする。その声を振り切ろうと足はだんだんと速くなる。面白い。面白い。俺の背中に何かが張り付いているかのように、声は遠ざかることなく何度も俺の耳元で言葉を繰り返す。その声はだんだんと低くなっていった。面白い。面白くなんかない。面白い。得体の知れない恐怖が俺の中でどんどん広がっていった。一体何が起こってるんだ。何かの気配が俺のすぐ後ろに張り付いている。ひたひたとずっと俺の後をついてくるのがわかる。何がいるのか確かめて安心したい。誰かのいたずらであってほしい。でも怖くて振り向けない。
早く、早く家に帰りたい。帰って、部屋に鍵をかけて、毛布にくるまってしまいたい。突如、けたたましい笑い声が、どこからともなく聞こえてきた。突然の大声に、全身が痙攣したかのように跳ねる。バクバクと鳴る胸を押さえ、恐る恐る声のする足元を見ると、そこにあったのは、笑い袋だった。どうやら今の笑い声はこの袋から発せられていたらしい。動転していて踏んづけていることに気づかなかったみたいだ。あれ？恐る恐る後ろを振り返ってみる。そこには何もいなかった。遠吠え聞こえましたね。周囲を見渡してみたけど、やっぱり俺の周りには何もいない。無意識に俺は左耳を触ってみる。さっきまでずっと聞こえていた声も聞こえなくなっていた。いつの間にか何かの気配はすっかりとなくなっていた。一体今のは何だったのか。俺はいつもこの脇道を通っていたはずだ。こんなこと今まで一度もなかったのに。面白い。耳元でずっと聞こえていたあの声が脳内にまだこびりついている。呆然と立ち尽くしていると、人のざわめきがあたりに聞こえてきた。救急車のサイレンまで聞こえてくる。脇道を抜けた先で何かがあったみたいだ。今、恐ろしい思いをしたせいか、無性に人に会いたかった俺は、走って音のする方に向かった。あのおばあちゃん大丈夫かな？脇道を抜けたすぐ先の角に人だかりができていた。救急車はすでに到着していたみたいで、赤いランプが辺りの人たちを照らしている。一体何があったんだろう。俺は人混みに駆け寄り、背伸びをして野じ馬の肩越しに何が起きているのか覗き込んだ。あ、やっぱりあのおばあちゃんが。一人の女性が倒れているのが見える。引っ越し初日にぶつかった例の子供くらいの背丈のおばあさんだ。おばあさんの顔には明らかに筋肉の限界を超えた不自然な笑顔が張り付いていた。目は不気味に細められ、口端は釣り糸で引っ張られているかのように引き上げられている。そしてその表情のままピクリとも動いていなかった。ついに笑い死んじまったんだな。やじ馬の中から声が聞こえる。まるで面白いジョークを話すようなにやついた声だった。それを聞いて別のやじ馬がプッと吹き出し、クスクスと笑い声が伝播していくのが分かった。一体何が面白いんだろう。人が死んでいるのに。そんな俺の気持ちすらも嘲笑うかのようにやじ馬たちの声はだんだんと大きくなった。救急隊員は彼らに一別もせず、慣れた手つきで作業を進めている。ちらりと見えた救急隊員たちの顔も笑っているように見えた。怖い。ついさっきまでと違い、人混みの中にいるにもかかわらず、俺は鳥肌が止まらなかった。俺はその場から逃げるように自分のアパートに向かって走った。部屋に入るなり、靴を脱ぎ捨て、ベッドに潜り込み、布団にくるまる。それでも、体の震えは止まらない。面白い。あの道で聞いた不気味な声がずっと頭の中でこだましている。頭がどうにかなってしまいそうだ。最初に思い浮かべたのは、ケイノさんの笑顔だった。引っ越してきたあの日、初めて会った時のケイノさんの笑顔。優しそうな大家さんの笑顔。道ですれ違った主婦や女子高生の笑顔。 N さんや先輩の笑顔。死んでいたおばあさんのいびつな笑顔。それを取り囲む赤いランプで照らされたやじ馬の笑顔。おばあさんの死体を運ぶ救急隊員の笑顔。ここに来てから出会ったいろんな笑顔が俺の頭の中をぐるぐる回っている。彼らの笑い声が頭の中に響く。頭の中の彼らが俺の方を見ている。笑顔のままで俺を見つめている。
やめろ。やめてくれ。布団の中に響いたのは俺の笑い声だった。何もおかしくなんかない。でも笑ってしまう。こんなの笑うしかなかった。俺は恐怖をごまかすように笑い声を上げた。いつの間にか頭の中の笑い声は鳴り止んでいた。気づけば俺は一睡もできないまま朝を迎えていた。窓の外の天気は痛々しいほどの快晴だった。仕事行かなきゃ。俺は布団から這い出して身支度を整えることにする。歯を磨きながら鏡と向き合う。そこに映った俺の顔は寝不足もあってひどいものだった。俺は指を使って口角を上げ笑顔を作ってみる。どうだろう、どれぐらい汚染されてますかね。着替えを済ませ階段を降りるとゴミを捨てているケイノさんがいた。ケイノさん、おはようございます。あ、エースケ君、おは。俺の顔を見るなりケイノさんは固まってしまった。なんだろう、何かおかしかったかな。この快晴にも負けない清々しい笑顔で挨拶したつもりだったんだけど、変なケイノさんだ。エスケ君、あなた、まさか。もうダメだったかな。ちょっとケイノさんの反応がね、やばそうな雰囲気見せてましたよね。はい、街道前編はここで終了ですね。今回の配信はね、前編後編でね、シナリオずつやっていこうかなと思っておりますのでね、多分後編の方に選択肢があるんでしょうね。さあ、このお話の続きからどんな後編に入っていくのでしょうか。続きをお楽しみに。では、今日の朗読はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の会話、あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。